いつもありがとうございます。ナナシです。では今回なんですよね、サンドウィッチについてね、動画にしていきたいと思います。というわけで、スカバイのサンドウィッチ情報ということで、先行プレイの映像の方でね、出てたサンドウィッチ情報についてまとめていきたいと思います。では今後もね、たくさんのポケモン動画届けていきたいと思いますので、ぜひチャンネル登録、高評価で応援の方よろしくお願いいたします。では、先行プレイ映像についてこちら軽く説明しておきます。各ゲーム会社の人たちが先行プレイで体験した公式映像となります。まあ、実質体験プレイみたいなものです。ね、一応制限があるんですけどね、まあ、各条件でやっているということで、ここは割愛いたします。では、今回の情報といたしまして、こちら、サンドウィッチについてということで、サンドウィッチにはね、いろいろな効果があるということで、サンドウィッチを食べると仲良し度が上がる、経験値がもらえる、ポケモンの体力回復などメリットがあります。で、仲良し度っていうのはポケモンと仲良くなると、上がっていく隠しステータスのこととなります。仲良し度がね、進化条件になってるポケモンもね、いるので、しっかり上げておきましょう。やっぱ仲良くね、なりたいよね。で、効果量、これ出来栄えで変わるということで、サンドウィッチはね、星3まで評価があることは分かっております。ただし、前作のカレーはね、5段階の評価があったので、サンドウィッチも5段階の評価があるかもしれません。もしかしたらね、レジェンドルートを解放することで、星5が解放されるとか、解放レジェンドルート終わるまでは星3までしかできないよ、みたいな形があるかもしれない。これに関してはね、ちょっとわからないんですけど、楽しみにね、待ちましょう。で、経験値取得量の予想。これなんですけどね、サンドウィッチを食べることでポケモンの体力も回復するとのことなので、経験値用のアイテムっていうわけではなくて、仲良しとことかも上がっちゃうから、まあ、追加でもらえるよ、ということで少なめだと考えております。で、具体的なね、数値などサンドイッチを食べた後の経験値取得画面がね、公開されておりませんので、ちょっと今のところね、分かっておりませんが、そんなに期待しちゃダメかな。うん。で、サンドイッチのね、素材入手方法について、こちらなんですけどね、前作と同じように店とかね、探索中、レイドバトルの報酬などで入手できると考えております。もしかしたらね、なんか経験値用のレイドバトルみたいな、ね、サンドイッチ用の経験値用の素材みたいな形で来て、なんか特殊なサンドイッチで経験値がめちゃめちゃ美味しいみたいなサンドイッチバトルがもしかしたら来たりするかもしれないね。まあ、これに関してはちょっとわからないので楽しみに待ちましょう。で、どんなね、食材があるのか。これなんですけどね、ハム、トマト、レタスなど食材があることはね、公式サイトからわかっております。で、その他にね、チキンカツ、白身魚フライ、木の実なども具材にできると予想しております。まあね、で基本的なサンドイッチ。まあ、ただしね、遊び心もあるということで、ね、ゲテモノ料理みたいなサンドイッチもあったら面白いかなと思います。では、まとめといたしまして。ポケモンのね、世界のサンドイッチはね、すごいですよ。食べるだけで成長できるからね。というわけでね、皆さんもね、ぜひね、見た目のいい、美味しそうなね、サンドイッチ作って、ポケモンにあげましょう。ではでは。